シュライハー・アスク13飛行する PH-406 アスク13、エブスアスク13アレキサンダー・シュライハー・アスク13は、アレキサンダー・シュライハー社によって作られた複座式グライダーである。グライダーパイロットの初等訓練のために、いまだに広く使われ続けている。アスク13は1965年に、ルドルフ・カイザーによって、複座式の蚊に及びカナナの後継機として開発された。 それは金属、木材及びガラス繊維を材料として作られている。主翼には全身翼が採用されている。それはカナナよりも低い位置に取り付けられており、大きく開けたキャノピーは前後席両方のパイロットに良好な視界を確保している。主翼には6度の全身角がついているために、鉱石パイロットはちょうど重心や風圧中心の近くに着席することになる。 そのためこのグライダーは単座飛行でも複座飛行の時と同様な挙動を示す。ねじれ合成を担っている前円部分は後半でできており、主翼は全体がハフで覆われている。金属製のエアブレーキが主翼の上面と下面にあり、木製の補助翼はハフで覆われている。胴体は機種を除く全体が交換ハフ張り構造でできており、機種は ガラス繊維でできている。尾翼は後半でできており、方向打と昇降打の後部はハフで覆われている。昇降打の右側にはトリムタブが取り付けられている。着陸装置としては、重心よりも後ろの位置に固定式のヌシリンが取り付けられている。もともとは胴体全部の下部にノーズスキットが取り付けられているが、今では多くのアスク13で、 ノーズスキットの代わりに前輪が取り付けられている。プロトタイプの初飛行は1966年7月に行われ、1978年1月までに合計で約700機のアスク13がシュライハー社で生産された。アスク13は優れた練習用グライダーであり、失速や切りもみに容易に入るが、しかしその回復操作もまた容易である。 その構造は十分な強度を持っているが、整備は容易である。アレキサンダー・シュライハー・スク21がこの機種の後継機にあたる。出展、セールプレインディレクトリありがとうございます。